競走馬の引退って早くない？に対するみんなの反応。馬の寿命って20年ちょいあるのに5、6歳で引退するの多いけど、なぜなんだ？にわかオタクだから教えてほしい。競馬はあくまでも優秀な繁殖馬を決めるために行っているという名目から、人と同じで年寄りになったら身体機能とともに繁殖能力も下がっていく。お牝馬は妊娠から出産までに1年かかるし、一度に複数産めるわけじゃないから、若いうちに引退して子供を産んでもらわないと困るってのがある。人間だって80まで生きるのに30過ぎたら体は衰える一方だからな。強い牡馬だとそれこそ3から4歳引退もざらなので、牝馬よりも引退早い連中も出る。地方とか路線によっては長く走るけど、10歳近くになると明らかに衰えてるのわかるし、アスリートやからな身体のピークがそのくらいなんや。大昔のイギリスの馬とかは10歳まで走ってた馬もいたみたいだけど、玉取ったから繁殖勝ちないから10歳まで走らせていいよねと言われたら別にいいけど、身体能力の弱体化が激しいから結局ごく一部以外は引退していく。人間みたく20代が全盛期でそっから衰えてくんか、機械的に考えたら確かにその間に優秀な子供作った方が後のためになるな。競走馬の本命のお仕事はレースじゃなく繁殖、繁殖でいい待遇を得られるようレースで実績を稼いでる。だから十分な実績残した上積みは4から5歳でさっさと引退して次世代を生む大事なお仕事に行く。そうでない奴らはなんだかんだ10とかまで走り続けてるの多いよ。ただアスリートとしてのピークは大概過ぎてるから実りはお察し。ブラッドスポーツと言われるゆえんよな。たまに7歳8歳で G1 取るのもいるし、障害になると10歳くらいまでならいける。人間換算だと40歳まで走れるのもいるわけだから個体差あるってことやな。血をつなぐことが本業と理解はしてるが、やっぱり引退は寂しくはある。無事に引退して次のステージに上がれることを喜ばないといけないんだが、ウェポやるとすげえわかりやすいんだけど、強い馬は早くその子供を増やしてもっと強い馬を作りたいから早期引退。繁殖いかないけどその馬で稼ぎまくりたいから結局ピークを過ぎたら衰える一方だから負けまくる前に引退。となるとベでも走らせたいなんて馬主はいないしね。まれに9歳とかでも無双してる。ダート馬がいるが例外。競争能力が衰えるし結果を残した馬はレースで怪我する前に引退させて種付け料を稼ぐ役割があるからな。35歳くらいで引退した野球選手が今度は解説者やら元アスリート枠でタレントとして活躍するようなものか。2歳の馬って言うと幼く感じるけど、身体の大きさはほぼ成体だからな。馬の2歳は多分、人間で言うと、第二次成長期の後半なんじゃないかな。高齢通過レース回数増の負担も心配になるからな。名馬の時代を一切見てないのなんて、全馬基本の界隈ぐらいしかいないだろ。マキオさんやラフィアンとこの馬を応援しようぜ。引退してからの馬勢の方がずっと長いんだよな。さらに繁殖引退してからの馬勢もある。全うできるのはごく一部だけど、次の世代が走るまでに数年かかるからな。そんなゲームみたくボタン押すだけで次のが出走できるもんじゃないし、ぶっちゃけ大スターが長年のサバって出る杭を打つ状態を続けられて次世代の花系不在になるのも工業として困るんで、そういう意味でもさっさと退いて新陳代謝を常に繰り返してかないとならない側面もある。牝馬は特に後継数が限定されるしな。ちょっとでも何かあったら生命に関わる生き物とはいえ、強い馬がとっとと引退してくのは惜しいなぁとは思う。馬はだいたい1年で人間でいう4歳ぐらい年を取る。人間のスポーツ選手は平均で30歳には引退するので、人間というほど変わらん。好きな馬の子供を待ち出したらもう立派な競馬ファンよ。海外だと強い馬が3歳引退するのがザラだから馬自体にファンがつきにくいとか聞いた。まあアメリカは知らんが、海外は工業より貴族の道楽の方が比率高いから最強の3歳馬作りしてるといえばそれはそう。割と日本は年数走ってる方だよね。スポーツ工業としての側面もしっかり持ってると思う。馬にも山本明みたいなのはいるけど、僕稀だし、そもそも山本明自体が稀な存在だからな。あとはガチの長番性も僕稀にいたりはするんだ。お重長さんは何なんだお前。長くやれてたのは捨て子の血なんだろうけど、それにしてもおかしすぎる。言うてお重も身体的ピークは5歳くれから6歳で、それ以降は緩やかに衰えていってたから、ずっとピークが続いてたわけじゃないのよ。それでも勝ててるのはおかしいって。今の武豊と大体同じよ。身体能力落ちても経験でカバーして勝負どころで勝つ競馬。お重は見るからに頭の良さから来たる技術でカバーしてた感じよね。頭脳の向上と緩やかな運動能力の低下を両立してた。JRA っていう胴元が国だからね。そりゃファンは増やしたいから馬にもスター性を求める側面がある。三冠取った馬がファン増えつつある時に即引退されて子供は3年後ですって言われたら冷める人もいるし。極論ミスター東尋や光る綾乃姫みたいに10歳超えても現役続行させることもできなくもないけど、ほとんどの人がやらないのは結局コスパの問題なんだよね。それやるのは何らかの理由があってやってるパターンだからね。クラシック期が高校生大学生くらいだから肉体的なピークと大体重なるな。5、6歳大卒アラサーくらいで引退する馬が多いけど、フィジカルを酷使する競技だと人間も同じくらいで引退してるイメージ。競技としてのフィギュアスケーターもそんな感じだな。
飼われてる動物と同じで飼育下だと結構な年齢まで生きるけど本来ならもっと寿命は短いもんなんじゃないかなと思ってる。まあサラブレッドは野生だった時代ないけど、ワンダーキューとどいつもこいつも根性が足りないんだよ。根性が東北美人に繁殖成績で負けてるやつが何言ってんだか。トロッターみたいな馬は現役長いと聞いたけどネクォーターホースはどうなんだろうな。障害は距離長いし飛越とかあるから年食っても技量でどうにかってのはなんとなくわかる。ダートで高齢の馬に強いやつがいる現象は何なのかがよくわからん。スピードは急激に落ちるがパワーは維持できるとか、あと経験でキックバックとかを恐れなかったりとかかね。一応古い時代だと5歳で90歳引退とかあったんだよね。繁殖のために引退しなくて良い人工受精が OK のトロッターとかは親子で走ってるとかあるらしい。エクリプスとかの時代は6000メートルのマッチ戦とかだからスタミナのある10歳馬が活躍していたそうな。それにまあ一定の成績を残しちゃうとあんまりダラダラやらせて故障でもしたらまた事件やし、現状維持ぐらいでちょうどええやろと思う。もうちょい走ってほしいって気持ち自体はわかる。現役で子供作っちゃダメなん？9現役競走馬を繁殖馬とする場合の手続きは、競走と繁殖の両方の用途に使用することは認められていないため、繁殖馬とする場合には、中央競馬の競走馬登録または地方競馬の競走馬登録を抹消しなくてはなりません。繁殖牝馬となるためには、ジャパンスタッドブックインターナショナルにおいて繁殖登録を、また種母馬となるためには繁殖登録に加えて都道府県または独立行政法人家畜改良センターの行う、種畜検査を受けなくてはなりません。繁殖やって競走もやっては肉体的にピークの年齢でも馬の負担でかすぎるやろなら専念させて多くつけられた方がいいし。森系事件みたいなことが起きたら一大事だからな。割と最近妊娠に気づかないまま入球させちゃって問題になった事案なかったっけ。万栄競馬で出走前日に出産なんてことあったけどそれかな。結果が残せなくて引退は人間のスポーツでもあるけど、結果を出した直後に引退は人間ではあんまりない気がする。 G1 に勝った馬がそれを最後に引退するのって、野球で例えれば大谷がホームラン王を取った年にホームラン王を取れる才能を証明したので引退しますって言ってるようなもんだし、イクイノックスが引退後も育ってるとか聞くと走れようって思うけど、比較的楽に勝てそうなレースですら無視できない確率で事故の可能性はあるからな。競争能力と引き換えに絶対活かせる治療技術が発明されたら1年2年は現役伸びそう。もし現役続行して G1 いくつか勝ったら他の馬が G1 取れなくて他の種母馬も評価されなくなり、結果的に売り上げ落ちるから馬さん的にも強い馬が長くいられちゃ困る。ずっと海外だけ出るなら別だけどね。骨折したら死ぬからプロ野球とかサッカーとかは怪我しようが骨折しようが手術したりリハビリすればなんとかなるけど、競走馬の怪我は下手したら死ぬ。そう考えるとある程度戦績残したら引退させるよなと。イクイノックスの今年の種付け頭数って200頭くらいらしいから、単純計算で2000万 ×200 頭で一年で40億稼いでることになる。競走生活全部を通しての獲得賞金が22億だから故障最悪予後不良の危険も考えたらそりゃ早く引退させるよねって。人間だってフィギュアスケートとかなら20代でほぼロートルだからな。身体能力で戦う競技なんてそんなもん。寿命考えたら競走馬の1年後は人間の4年後くらいの感覚だから安易に続行はできないでしょ。人間でもオリンピックやワールドカップを最後に引退っていう選手は少なくないし、人間のアスリートでは水泳なんかがピークめちゃくちゃ早いよ。10代が一番強い。フィギュアスケートはまだマシ、馬も競技によってはピークが12から15歳な競技があったりする。馬術なんかは5歳とかじゃ全然ダメ。10歳も若手扱い。馬にとっての繁殖は競争成績上位者が陸上エリーグみたいな感じですらあるし、スポーツというより現場で実績を上げた社員が本社に栄転して管理職や重役になる一般企業の方がイメージには近いのかもしれない。小学校低学年から部活順次、中学校で競技デビュー、高校でインターハイクラシック、インカレや実業団プロコバ戦線を経て30歳前後で引退と考えると人間の陸上選手と同じようなもの。正直これ以上現役長くなると管理する方は大変だろうし、ちょうどいい期間だと思う。想像したくもないけど、ディープが現役続行の末安楽死なんて世界線があったら生まれていない馬たくさんいるからね。強い馬すべてが強い子供残せるとも限らないけど、工業的にも金銭的にもあのクラスまで行くと現役続行の方がはるかにリスクが高いからしょうがないね。日本はだいぶ遅い方じゃない？そうでもないか。全体から見れば若干遅い方ぐらいというか、レース賞金が高いのでレース失走との損益分岐点が少し遅めになってる。馬の年齢を人間換算するとだいたい3歳までは1年で6歳、それ以降は1年で3から4歳増えるから、6歳馬ともなればアラサー人間のアスリートでも30歳前後で衰えが始まるから、そのあたりで引退する。グッバイヘイローしたりハーヘアするのは本当に極稀なんだな。繁殖入りはしてないけど中央引退して地方で復帰はあったな。